はい、皆さんこんにちは、こんばんは。はい、JR 東日本です。 JR 東日本チャンネルです。今回はイトーヨーカドー閉店後の様子を伝えます。今回イトーヨーカドーの閉店後、日立のイトーヨーカドー閉店後、跡地はこうなっています。全くイトーヨーカドーの文字が入ってませんので、どうなってるかちょっと探しに行きたいと思います。閉店前にね、行ったことはある、何回かあるんですけど、今回始めていこうかなと思います。閉店後の様子はちょっとまだよくわからないので、どうなってるか、ここら辺のね、前に、ちょうど閉店の時にこの場所でやったそうです。閉店の式典をなんかやったそうなんですが、閉店の時は行ったことがなかったので、ちょっと今回行ってみたいと思います。まあ、こんな感じですね。全くイトーヨーカドーっていう文字は入ってませんね。なんかちょっと様子があるかなって、ちょっとものを伝えたいかなと思いますね。全くないですね、イトーヨーカドーの、イトーヨーカドーの跡地なんですけど、全くイトーヨーカドーの文字がないですね。文字がない、全くないですね。イトーヨーカドーのどうなってるか跡地、あまりあるかな。こんな感じですね、こんな感じになってますね。こんな感じになっていますね。なんか寂しくなっちゃいましたね。東洋華堂の土地にどれ入っていきましょう。はい、東洋華堂土地です。はい、閉店して、その後やっぱそうですね、寂しくなっちゃいましたね。やっぱ残ってるところもありますけど、やっぱりなかなかないですね。もうほとんど残ってないような感じで、なんかここら辺になんかこの間あった気がしますね。なんかここら辺にこの間入って、ここら辺ですかね、なんかちょっとわかんないんですけど、あったと思いますね。本当になんか寂しくなっちゃいましたね。ガラーンとしてこんな感じで、本当になんか寂しくなっちゃって、こういう感じでいけないですね。どうなってんだかわかんないんですけど、こんな感じになってます。こんな感じになっております。はい、下にはいけません。こんな感じですね。なんか本当にここになんか確かイトーヨーカドーの文字が入ってたと思うんですけど、はい、ないですね。やっぱりなんか本当に寂しくなっちゃったような感じで、ないです。これはどんな感じなんでしょうか。やっぱりないですね。はい、寂しくなっちゃった感じで、本当に上も行ってみたいと思います。はい、どんな感じなんでしょうか。上は、下にはね行けないですね。やっぱりなんかもう閉店後の様子を伝えてなくて、やっぱりそうですね、2階もやっぱ結構シャッターとかがもう閉められていますね。こんな感じで2階はシャッターが閉められてるような感じで、はい、はい、シャッターが閉められているような感じです。はい、2階はなんかもうガラーンとしちゃっているような感じで、はい、今度3階に向かってみます。はい、なんか本当にもうガラーンとしちゃったような感じで、なんかそうですね、本当になんか かつてのにぎわいがないですね、全く。あ、3階はちょこっとやってるんですね。
こんな感じで、あ、でもなんか本当にもう何もない状態に近いですね。なんか本当にどうしちゃったんだろうって感じで、うん、何があんだか全く分かんないような感じ。3回もないです。はい、ないですね。なんかこんな感じで4回行ってみたいと思います。4回です。4回行ってみたいと思います。はい、なんかすいません、ちょっと画面がグラグラしちゃうんですけど、これちょっと手で持ってんのでね、手っていうかどうなんでしょうかね。4回はそうですね、結構なんか4階は結構もうにぎわってますね。結構、あ、本屋さんとかもありますね。4階は変わらない。はい、次、5階行ってみたいと思います。5階はどうなんでしょうか。ゲームセンターとかは変わんないんですかね。はい、ゲームコーナーです。ゲームセンター。ゲームセンターは変わらず。はい、こちらもね、閉店しちゃったんですけど、かつてはここで、こちらで、やっぱそのまま当時のものが少しあるような感じなんですけど、はい、こちらもね、かつて、こちらで前に、何でしたっけ、ワッフル、チョコバナナのワッフルを、友達と食べたことがあって、その時ちょっと、店員の具合、なんか、店員のよくわかんないの、なんていうんですかね、あんまりちょっと対応が悪いことがあって、はい、そうですね。やっぱりゲームコーナーも変わらずで、はい。なんかあんまり変わらないような感じなんですけど、はい、やっぱりこちらもそうですね。こちらフロアなんですけど、今やってるのがやっぱりこちらですね。本当に寂しくなっちゃって、なんかどうしちゃったんだろうって、かつてのにぎわいがないような感じですね。はい、かつてのにぎわいもない、なんか、でも、まあ人はいますね、そこそこ、やっぱり。うん。そこそこいるかな。でもやっぱりちょっとなんか、寂しくなったなっていうのがありますね。寂しくなったなって感じが、やっぱり、ちょっと閉まってますね、やっぱり。閉店した、やっぱりそうですね。閉店して、閉店後初めて行くので本当にこちらに。あ、でもなんか新しくちょっと臨時的な感じではオープンするのかな、オープンするのかな、わかんないんですけど、多分ね、エスカレーター踏み外しそうでしたね、今。本当に危なかったし下取ってんの、すいません、人は通ると思う、人を普通とまずいんで、はい、こちらもそうですね、本当になんかシャッターも閉まっちゃってどうしちゃったんだろうって感じでまあね、本当に、あ、でも、あ、閉店前に行ったんですけど、写真を結構撮ってきたんですけど、ちょっとね、動画の方まだ上げてなくて、写真だけ撮って動画撮らなかったんですけど、本当になんか寂しくなっちゃった感じで、なんかこんな感じですね、こんな感じで本当に寂しくなっちゃいましたね。はい、こんな感じで東洋カノンのなんかね、全くもうこんな感じで、こんな感じでなんかもう
何にもないよな。何ね、伊東洋華堂のは何にも、やっぱどっちも何にもないみたいな。うん、なんか形跡数はないですね、やっぱり。なんか形跡も何にもなくて、やっぱり何ですかね、あって伊東洋華堂に今回伊東洋華堂閉店後の伊東洋華堂に行ってみたということで、はい、本日の動画は、はい、伊東洋華堂の閉店後の様子でした。はい、はい、伊東洋華堂閉店後の様子の動画でした。はい、本日もご視聴いただきありがとうございます。また次回の動画で、はい、お会いしましょう。はい、高評価、チャンネル、ボタンよろしくお願いします。はい、以上で終わりにします。